ポーパス。ポーパスはアメリカ海軍の潜水艦。ポーパス級潜水艦の一隻。艦名はネズミイルカ科の総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては5隻目。ポーパスは1933年11月1日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1935年6月20日にエバクロフトによって命名浸水し、 1935年8月15日に、艦長少佐の指揮下収益する。成長後ポーパスは、マイアミ、グアンタナモワンなどに立ち寄った後、パナマ運河を通過し、1936年9月1日に、サンディエゴで、太平洋艦隊に合流した。西海岸沖での砲術及び水雷訓練後、1937年4月から5月に、かけて、 ハワイ海域での演習に参加し、同年末にはメアアイランド海軍造船所で後半イオーバーホールが行われた。1938年1月に艦隊演習のため真珠湾に戻り、1939年11月19日に,に合流するためマニラに向けて出港した。1939年12月1日から1941年12月までポーパスは アジア艦隊の他の潜水艦と共に様々な州を行った。1941年12月8日の真珠湾攻撃時ポーパスはフィリピンので修理の途中であった。当時の艦長はジョセフ・ A ・キャラハン・少佐、アナポリス1924年組であった。4機の主エンジンすべてがオーバーホール中であり、後部バッテリーは取り外されていたが必要な作業は 記録的な時間で完了した。ポーパスは12月20日にマニラに移動した。12月22日、ポーパスは最初の紹介でリンガエン湾及び仏寮をインドシナ沖の南シナ海に向かった。コレヒドール島沖の防御機雷章を通過して外洋に出る。1942年1月7日にはインドシナ半島パダラン岬沖に到達し、後、 南沙諸島を横切って、ツール海及び、セレベス海方面へと移動する。1月22日からは、マカッサル海峡の紹介を行い、2日後の1月24日、ポーパスはバリクパパン沖に到達し、バリクパパン沖海戦の戦場を見たものの、爆雷攻撃で追い払われた。バリクパパンのオランダ軍は、治療の油生を破壊中であった。1月27日、 引き続きバリク・パパン沖で紹介していた、ポーパスは2隻の駆逐艦あるいは小型巡洋艦に対して魚雷を発射したが、戦果を上げることはできなかった。1月31日、ポーパスは39日間の行動を終えて、ジャワ島のスラバヤに帰島。艦長が、ジョン・アール・マックナイト・ジュニア少佐、アナポリス1930年組に変わった。2月9日、 ポーパスは2回目の紹介で、オランダ領東インド諸島海域に向かった。主に迎撃を中心とし、3月6日夕刻には、ナトリガタ系巡洋艦と、オボ式艦艇を発見するが、魚雷発射の体制まで持ち込めなかった。3月13日には、論牧海協近海で、シ潮型駆逐艦と、オボ式艦艇という操船を発見して、魚雷を4本発射したが、命中しなかった。 3月30日、ポーパスは49日間の行動を終えて、西オーストラリアのフリーマントルに帰討した。4月26日、ポーパスは3回目の紹介で、東インド諸島及びセラム島方面に向かった。5月8日、午後、ポーパスはアンボン沖で紹介中の特設区選定第5タク、南丸、日本水産、343トンを発見。夕方、 ポーパスは第五択南丸に向けて魚雷を発射したが回避され、第五択南丸は反撃に打って出た。第五択南丸は爆雷を6発投下し、爆発の衝撃でポーパスの秒を緩め、電池に損傷を与えた。また、発電機も一時停電して、捜査は人力頼みとなったが、幸いにもこれ以上の被害はなかった。5月10日、ポーパスは5名のパイロットを救助。 5月13日から16日にかけて、ダーウィンに寄港後、真珠湾へ進路を向ける。その後、ポーパスは、ウェイク島南西方及び、ポンペイ島近海で、6月5日のミッドウェイ海戦で、負けて退却してくるであろう2隻の従順洋艦と2隻の駆逐艦からなる、日本艦隊を迎撃するよう命を受けたが、最終的には、日本艦隊には遭遇しなかった。6月17日、 ポーパスは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。その際、攻撃力アップを機として、外装魚雷発射艦が装備され、環境回収やレーダー設置、エンジン換装なども行われた。11月30日、ポーパスは4回目の紹介で、日本近海に向かった。 12月31日に2000トン級貨物船に対して攻撃を行うも失敗。年が明けた1943年1月1日朝、ポーパスは、釜石沖で、北港第80船団と、北港第82船団が並列で航行するのを目撃して攻撃し、北港第82船団中の貨物船レンザ丸、広告産業、4999トンを、 激沈した。1月3日には、金華山東大沖で8隻の輸送船団を発見するも、第17号総海艇の爆雷攻撃によって追い払われた。1月15日、ポーパスは47日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。2月6日、ポーパスは5回前の紹介で、マーシャル諸島及びトラック諸島方面に向かった。しかし、2月9日に、 ウェイク島近海で、浮上昇海中に点検したところ、燃料系統に故障が生じているのを発見し、ミッドウェイ島を経て、真珠湾に引き返すこととなった。ポーパスは2月15日に真珠湾に到着し、修理が行われた。2月26日、修復なったポーパスは真珠湾を再度出撃。ジョンストン島を経由して、クエゼリン干渉。 ジャルート干渉方面を中心に紹介。4月4日にはのエニウェト区干渉北方で、特設給料先行余る、極用捕鯨2024トンを撃沈した。4月15日、ポーパスは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がカーター・エール・ベネット少佐、アナポリス1933年組に変わった。6月20日、ポーパスは6回目の紹介で、 マーシャル諸島方面に向かった。6月30日にマロエラップ干渉近海で4000トン級貨物船の撃沈を報じ、7月3日にマイリングラップ干渉近海で7000トン級貨物船の撃沈を報じた。7月15日には内陸干渉近海で100トンから150トン級のスクーナーを砲撃する。 7月19日、ウェーク島とクエゼリン艦召喚を紹介中のポーパスは、の地点で、海軍徴用船、第20ミカ丸、無国船、2718トンを撃沈した。7月28日、ポーパスは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これが、ポーパスの最後の紹介となった。ポーパスは、より優れたガトウ級潜水艦やバラオ級潜水艦の、 大量収益により、第一線任務から退いた。真珠湾を出港して、コネチカット州、ニューロンドンに向かい、1943年9月に到着して、同地で訓練潜水艦として使用されることとなった。ポーパスは1944年5月から6月にかけて、フィラデルフィアでオーバーホールが行われた以外は、退役まで訓練任務に使用された。 オーパスは1945年11月15日にマサチューセッツ州ボストンで退役し、同地で予備役状態のまま1947年5月8日まで保管、その後第8海軍艦区に配属された。続く9年間、テキサス州ヒューストンで海軍予備役兵の訓練任務に従事し、1956年8月13日に除籍、 1957年5月14日に、ルイジアーナ州ニューオーリンズのサザンスクラップマテリアル社に、スクップとして売却された。ポーパスは、第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。なお、ポーパスは4月8日に誤って、病院戦高さ5丸、大阪商船。 9315トンを攻撃した、うんるんと記載するサイトが存在するが、1942年4月8日は、フリーマントルに停泊中であり、1943年4月8日も攻撃を行ったという記録はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。